ユカギールユカギール人は、シベリア東部に住む、先住民族である。コリマ川流域のサハ共和国、マガダン州と、ク地自治管区に住んでいる。居住地域は二つに分かれ、北部ユカギールはサハ共和国、コリマ川下流部に、南部ユカギールは、コリマ川上流部とマガダン州スレドネカンスキー地区に住む。ユカギール人は、北東アジアで最も古い民族の一つで、 古くはバイカル湖から北極海まで住んでいたと言われる。17世紀にロシア人が入植した頃には、レナ川からアナディルガは川口に至る広い範囲に住み、9000人ほどいた。しかし19世紀にかけて伝染病などで人口が減少し、一部の人々はヤクルトやエベンに同化した。かつては多数の部族があり、現在はそのうち次の3部族のみ残っているとされるが、 部族としてのアイデンティティも失われつつある。母語である、ユカギール諸語は、ウラル語族との同系説が有力である。これに、チュクチカムチャツカ語族、エスキモー・アレウト語族も加えたウラルシベリア語族を、ナスとする説もある。現在多くの人が、ヤクート語かロシア語を使うようになっており、ユカギール語は、話者が200人以下で、絶滅の危機にある。生協が布教されたが、 古来のアニミズムシャーマニズムも残る。太陽を最高として様々な精霊が世界を支配し、シャーマンも死後は神になると考えられていた。ある研究では、ユカギイル人の Y 染色体ップログループは、C2 系統31%、N1A1 系統31%、Q 系統31%となっている。別の研究では、 11人の床にいる人男性の Y 染色体ハプログループのうち3人がハプログループ N1A1 に属し別の4人がハプログループ C に別の1人はハプログループ O に属していた残りの3人は明らかなロシア人の遺伝的影響を示しており2人がハプログループ R1R1 人がハプログループ I2R に属していたこの研究では ミトコンドリア DNA に関して、ユカギール人と畜地人の間に類似点は見られなかった。ありがとうございます。